斉田君の最初、まあ、あるグループいくつかあるのかもしれないけど、そこに入ってくるのがあれでしたね、あの龍馬の姉の子供ですね、姉の孫か。信号はないんだな。あの坂本龍馬の夢の一つとして北海道の開拓に来るっていうのがあったんですね。でその夢を姉の子供たちが引き継ぐわけです。で姉は高松っていうところに嫁ぐんですけど、およそ何百メートル先右方向です。子供たちは、坂本家に子供いないから養子に出して、坂本を名乗るんですね。そして、右方向です。ここの北見市の開拓の中でクンネップに入ってくるんですね。あのすぐ隣なんですけど、最初はそうして、その後裏臼、札幌の方のね、そこの開拓にも入ります。あっち見けっとこう、そして旭川の教会とかとも関わりを持つ。まあなかなかね、子供たちみんな優秀なのね、龍馬の子供っていうのは。普通に、北大あたりだったら普通に行ったのかな、誰か東大に行ったのいなかったかな、どうだったかな、なんか子供の時の顔、その子供たちね、やっぱりね、